ワイオミングバレーはアメリカ合衆国ペンシルベニア州北東部の地域であり多くの無塩炭炭鉱があることで産業革命に貢献したことで知られる歴史的な工業地帯であるスクラントンウィルクスバリ大都市圏と同義でありアメリカ合衆国の都市圏では人口で第95位である無塩炭が採掘されることからアンスラサイトバレーとも呼ばれるワイオミングバレーは 三日月型をした定地であり、リッジバレーすなわち終局したアパラチア山脈の中にある。バレーの南部をサスケ花川が流れており、その南部はこれまでも盛大に採掘されてきた無塩炭の鉱脈があることで知られている。しかし、1959年、ノックス石炭会社の川の下にあった坑道が崩壊したノックス大工事故の後は、深部採工が衰退した。 ワイオミングバレーの南と東にはポコの産地がある。ヘイズルトン市を加えて、スクラントン・ウィルクスバリ・ヘイズルトン大都市圏とも呼ばれる。この都市圏には、ペンシルベニア州のラッカワナ郡、ルザーン郡、ワイオミング郡の3郡が入っている。trueknowledge.com による2011年の総人口は563,936人だった。 ワイオミングバレーに隣接する軍としては、南東のモンドー軍、北東のサスケハナ軍、東のウェイン軍、西のコロンビア軍、北西のブラッドフォード軍、南のカーボン軍、西のサリバン軍、南東のスクーカル軍がある。アメリカ合衆国の人口50万人以上の大都市圏としては、ヒヒスパニック系白人の構成比が96.2%と最高である。 1950年に大都市圏が最初に定義された時、スクラントンとウィルクスバリはそれぞれ別の大都市圏となっていた。ラッカワナ軍がスクラントン大都市圏とされ、ルザーン軍がウィルクスバリ・ヘイズルトン大都市圏とされていた。1970年の国勢調査後にこの2つの大都市圏が合成され、モンドー軍を加え、ペンシルベニア州北東大都市圏と定義された。 1980年国勢調査後にスクラントンウィルクスバリ大都市圏と改名され、コロンビア軍とワイオミング軍が付加された。さらに2000年国勢調査後にコロンビア軍が外され、ヘイズルトーンは主要都市の位置づけを外された。ワイオミングという名称は小さな川のある丘でお意味するマンシー語の XWA はうんから来ている。 1635年のイエズスカイ物語によれば、ワイオミングバレーには、スカヘントアホノン族インディアンが住んでいた。当時は、スカヘントアネンバレーと呼ばれていた。1744年頃には、レナペ族、モヒカン族、小人族などのインディアンが住んでいた。1740年代から1760年代、この地域に住むインディアンに対して、モラビア教会の伝道が行われていた。 キリスト教に改修したインディアンのための開拓地を構想していた。しかしフレンチインディアン戦争のためにインディアンへの首都モラビア教会のデイビッド・ダイスバーガーと共にインディアンが追い払われた。ペンシルベニアとコネチカットとの間に領土紛争があった。イングランド王チャールズ2世が1662年にコネチカット植民地に対して土地を払い下げ。 1681年には、ウィリアム・ペンにも渡した。これが、ペナマイト戦争と呼ばれる軍事的な争いになった。コネチカットからのヤンキー開拓者が1769年に、ウィルクス・バリの町を設立したとき、ペンシルベニア人の武装した集団が1769年から1770年、さらに1775年に、彼らを排除しようとして失敗した。 アメリカ独立戦争の1778年7月3日、ワイオミングバレーでワイオミングの戦いが起こり、ロイヤリストとその同盟色小遺族インディアンのために300人以上の独立推進派が殺された。この事件はスコットランドの詩人トマス・キャンベルが1809年の物語詩ワイオミングのガートルードで除述して著名になった。当時インディアンの攻撃は ジョセフ・ブラントが率いたと広く信じられており、キャンベルの詩の中でも、その残虐さゆえに、怪物、ブラントと表現されている。しかし後に、ブラントは戦闘の場にいなかったことが分かった。この詩に対して人気が出たために、ワイオミング州はこのバレエの名をもらうことになった、可能性がある。ニューヨーク州西部のワイオミング軍にも、知名度は劣るが、ワイオミングバレエがある。 オートかクリークの流域がワイオミングバレーと呼ばれ、そこにはワイオミングと王層の村がある。ワイオミングバレーにある空港としては、ウィルクスバリ、スクラントン国際空港とウィルクスバリ、ワイオミングバレー空港がある。ワイオミングバレーを本拠地にするプロスポーツチームとしては、次のものがある。ワイオミングバレーの見どころとしては次のものがある。以下の文献は、 コネチカット州図書館の収集品である。ありがとうございます。